はい、どうもケビンです。本日はですね、こちらおっ、ケツ毛トリマー、こちらの方をですね、早速使っていこうと思います。こう見えて電動です、単4電池1本で動いてね、あのケツ毛をきれいに取るという商品になっております。ただね、これあのAmazonのレビューを見る限りではすごくいいっていうのと、もう全くダメっていうのがね、すごい載ってないね、特化製品かと思ったら安から終わる頃の作品とか、あの安全機能なのか使用中すぐ止まるとかっていう悪いレビューもあれば、あの二度と買わない、まともに切れない、ゴミ同然とかね、そんなレビューもあれば、まあ、一回使ったら壊れたとかね簡単に処理できて良いっていうのも、まあ一応ないこともないけども、なかなかすごいね、評価になってます。まあ評価4ね、値段の割に使えるっていうのもあるのでね。じゃあね、これ早速ね、使っていってみようと思います。オープン。これどうやって開けんの、これちょっとテープめっちゃ貼っとんな、これ結構ね、しっかりとねされてますね。テープ貼りまくり。ちなみにAmazonで買うと1900円ぐらいするのが、ドンキホーテ行くと、1400円ほどで買えます。1500円ほどで買えます。はい、こんな感じでね、こんな感じで一応ね、取説もついてますね。日本語の取ですね一応日本語の取説も、正しい使い方とかね、いろいろ載ってますんで読んでみてください。はい、でこちらがね、本体になります。ちゃんとね、鏡の面にね、こんな貼ってあるんです。いろん、あのおもちゃみたいなミラーね、おもちゃみたいなミラーがついてます。おもちゃみたいなミラーね。でこれが刃先、電池どっか入れんねやろ、ここに入れて、ここにね、まあ、単4電池。じゃあね、早速ね、これ電池入れて使っていこうと思います。はい、ちょっと電池入れてみました。動かしてみます。動かすときにね、あのここに電気がつきますアルカリ電池でこれぐらいの動きです。じゃあね、早速使っていこうと思います。はい、全然見えないわ。これね、せっかく電気ついてくれるけど、ミラーなんてね、見てる余裕ないね、これね。だいたいこう、なんていうの、ひげ剃ってるぐらいの感覚で、あの、この辺かなっていうところをね、さするだけ。あ、でも結構剃れてる。おお、結構剃ってるぞ、毛。マジか。毛結構剃れてるんだけど。これ毛移したバンだけどな、毛。毛結構剃れてるぞ。じゃあ続きはね、結果はね、綺麗に剃れた後にね、またお伝えしようと思います。えい、はい、ということでね、48年間ね、共に暮らしてきたね、大事な大事なね、仲間たちと今日さらばしました。お分かりいたしました。いや、結構ね、これね、あのレビューに書いてたらなんか剃れへんとか、なんかすごいあれこれ書いてたけど、そんなことないよ。ちゃんと剃れるし、剃り心地もね、別にそんな痛くもなかったし、今ね、結構ね、スキッとしてます。スッキリしてます。だからね、もしね、あのまだね、一度もオーライトね、脱毛、除毛をね、経験したことのないあなた、ね、ぜひ一度ね、お試しで、ちょっとでもカットしてもらうとね、あ、こんなにスッキリするんだったらもう全部いっちゃおうかな、みたいな、うん、ちなみにね、あまりにも気持ちよすぎて、前部分もね、前の部分も、ほぼパイパイにしちゃいました。ということでね、こちら、
今回ね、試してみましたこちらのね、血芸トリマーね、星4つ星4つ非常に良かったです。いい買い物しました。今ならね、ドンキホーテさんね、おそらく1480円ぐらいで売ってると思いますのでね、ぜひ買ってみてください。ではどうもありがとうございました。さよなら。